どうもオーバン TV のオーバンです。ということで今回はちょっとねこの久々の外な、佐々木も久しぶりだろ外。久々です。急に降るっていうな、うん、何も聞いてないです。で、まあ、今日ねこの外のロケをちょっとしていこうかなと思ってるんですけど、今日はちょっと焼き鳥屋さんに、お邪魔させてもらおうかなと思っております。で、なんで焼き鳥屋さんに行くのかというと、ちょっとねその焼き鳥屋さんね YouTube してるらしいんですよ。まさかの YouTube で、オーナーが僕とまあ幼馴染というか小学生の時の同級生なんですよね。で、今回じゃあ一緒にコラボしようという形になって、今日はこの焼き鳥屋さんに来させてもらったんですけど、そちらの焼き鳥屋さんの名前がこちら、鳥屋さきでございます。まあ僕の地元も玉島なんですけど、玉島の人は多分みんな知ってるんだよ。今日はねこうやってちょっと下に準備中で書いてるんですけど、まあ今日は特別に撮影をさせてもらうという形でお邪魔してみたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。ケイくん、お疲れ。いらっしゃいませ。はい、ということでこのねお店にちょっと来させてもらいました。なかなかね来たかったんすよマジで。ほんまな。なあ、お互い YouTube してるっていうのは俺ら分かっとったんで、本当に来れたことがありがたい。で、焼き鳥屋さんに来て何をするのっていう話じゃないですか。せっかくね僕も焼肉屋で働いております、はい、でこちらは焼き鳥屋のオーナーです、はい、でせっかくお互い料理ができるから料理バトルしようぜっていう話になりました。ということで今回はねちょっと普通に料理バトルするだけじゃ面白くないんで、僕が焼肉屋で働いてるんで僕が鳥料理で、ケイ君が鳥屋さんで働いてるんで、せっかくなんで肉料理、まあこの業種がね全然別の種類のものを作って、はい、バトルしていきたいと思います。で、まあ実際ね審査員の方にも何人か来てもらって、うん、そうそれこそ鍋さんね。鍋さんね。鍋さんがおるんだけど、鳥屋崎にぜひね、概要欄にもねちゃんと鳥屋崎さんのYouTube チャンネル載っけてますんで、ぜひそちらもねよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ということでね、じゃあバトルしていきましょうか。していこう。で、交代で作っていこうか。OK。 それでは調理スタート。勝つ自信、勝つ自信なんかもう絶対勝つと思いますけどね。負ける理由が見当たらないというか、なんで負けるのって感じですよね。こっちは結構もう自分のフィールドで戦わせてもらってますし、結構凝った料理作るんでね、これはもうも、ま、問題なく間違いなく勝つと思います。自分の料理に自信があるか、もうね愚問でしょ。もう一応クッキングチャンネルやってるわけですよ。もう余裕でまあ腕は磨いてきてますよね、コツコツと。まあ負ける理由がそれこそないというか、まあクッキングチャンネルに対してのエンターテインメントチャンネルじゃないですか、まあ、これで負けたら正直ねちょっと恥ずかしい、逆に恥ずかしい。はい、対戦相手に一言。まあ、この胸を借りるつもりでドーンと来てくれればいいかなぐらいですね。まあおそらく負けることはないんで、焼肉屋でしょ、焼肉屋の鶏料理、ちょっと肩払いたいというか、まあ勝って当たり前の勝負なんで、やってやります。
ピンって打てねえとは思う。はいはいはい、率直に言わせてください。あのね、負ける試合をしに来たんじゃないんですよ、私は。ということはもうこの段階で勝ち確定なんですよ、僕の、はい、もうそれだけです。自信ありますかっていう質問はちょっと間違ってます。料理で人生成功させたいと思ってるので、負ける、上手とかどうかっていうのも質問が何なんだろうな、このディレクター。質問内容合ってる、本当にそうやって書いてる、あ、台本に。変わった番組だな。I am a chicken! I am a chicken! これいいですか？はい。オーバン特製、唐揚げのみぞれ煮でございます。それでは両者の料理が出揃いました。私がね作らさせていただいたのは唐揚げのみぞれ煮でございます。で、ケイ君が作ってくれたのが、はい、牛シチュー作りました。はい、どう、まず審査員がね、ごめんなさい、審査員の説明するの忘れてました、ごめんなさい。こちら、こちらが、オーバン TV でもね、おなじみの佐々木です。鳥が先でちょくちょく出てる鍋さん。はい、今日はちょっとね、正々堂々と審査員をね、2人にしてもらおうかなと思ってますんで、それでは、じゃあね、まず先に私のこちら、唐揚げの味噌煮をね、ちょっとお二人に食べてもらいたいと思います。はい、いただきます。いや、なんかうまいな。美味しそうやな。味噌煮がすげえ美味しい。マジでうまいと思ったわ。これ、いっぱいつけた方がいいです。大根おろししっかりかけた方が美味しいかな。うん、まあ、味噌煮っていうぐらいだね。いただきます。いける。すげえジューシー。ありがとうございます。ありがとうございます。外サクサク。はい。大根おろしでだいぶでもさっぱりも食べられて、そうですね、そうなんですよ、いい感じ、うん、マジでやっぱちょっと強敵だな。だしもちょうどいい、だしもちょうどいいかも、うん、濃いすぎず薄すぎず、ね、それではね、じゃあ次はちょっと鶏やさきのね牛シチューでございます。ぜひいただきます。結構ガチで審査してるよ、ガチで、うん、はい、わかりました。これはマジで男と男の勝負、うまそうだよ、マジで。これは何、あれよな、赤ワインからいってるみたいな、そう、うん、赤ワイン、デミグラスソース、ちょっと凝ってみた感じのおしゃれな味、おしゃれ、そう、おしゃれな感じの、おしゃれな味、おしゃれな味が、田舎者の俺らにはわからん味なのかもしれない。確かに、シティボーイにしかわからん味かもしれない。どう、鍋さん、うん、うまいっすね。薄くないコメント、美味しいな、これやべえ。はい、そんな感じです。はい、それではね、実食終わりました。ちょっとこれ緊張するな。緊張するな。作った側はどうなるかな。どうなるか。実際もう決まってますか。
審査員の方、どっちがどっちか。いやーこれは緊張するわマジで。ぜひね本気で審査していただきたい。それでは勝負の判定をお願いします。私が作った鶏のみぞれ煮か、ケイ君が作った牛シチューか、それは判定の方お願いします。どうぞ。あー食べた。これフォアちゃんに聞いてもらおう。そうやはい、究極の助っ人まさかのドローだったわ。これはどっちがパパが作ったかわからないのか。タレの味、タレの味。こっちはこっちはね、タラネ。ちょっと一口ちゃうと頑張って。おいしい。これで判定は分かれるね。この一口で判定が分かる。じゃあコアちゃん、どっちが美味しかったですか。どっちが美味しかったですか。よっしゃさすが。ありがとうございます。マジかよ。はい、というわけで、クリアサキとのコラボ動画、ね、料理対決させてもらったんですけど、まあ、いけなくね、最後、こっち。最後決めちゃいました。申し訳ない。不思議はマジで。この企画でもほんまちょっと面白い動画になったんで本当に嬉しいですね。今回協力ちょっとありがとうございます。ありがとうございます本当に。それでは最後にね、結果料理どっちとも美味しそうじゃんと思った方はグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた会いましょう。バイバイ。